あ、今日あのステハイスタンダードのステイゴールドハイスタンダードのステイゴールド刺してるんで、あ、こっちから、はい、わかりました。はい、どうもこんばんは、ゆみさん10秒前です。こんばんは。もう始まりますよ10秒前なんか、リュウジさんもよろしくお願いしますね。すみません。あ、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 FEC チューンド、FEC 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 チューンド。はい、どうも、クーター進化です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう3月もいいところで。いいところで。もう今年度ももう終了しようとしてますけれどもね。もう終わっちゃうね。もう新年度が始まりますよ、来月から。終わっちゃうけども。まあ、この時期となると、やっぱり入学式とかいろいろね。ああ。まあ、新たな人生がスタートするわけじゃないですか。なるほどね。やっぱこの時期なんかちょっとね、少年時代とか思い出すんだよね。ああ、自分のね。うん、確かに。ちっちゃい時のとかのことさ。はいはいはい。幼稚園生の頃のとか、お前覚えてる？幼稚園生の頃の記憶か。この時期になると俺いつも思い出すんだよな。どんな記憶がある？幼稚園生の時期も俺結構幼稚園生ながらに活発だったから。あ、そうなんだ。運動会とかの行事ではよく前に出て挨拶とかしてたわけ。ああ、皆と挨拶してたんだ。うん、幼稚園の運動会でね。さすがだね。うん、安倍さん頑張れ。絶対ダメだろ。安倍さんいつもありがとう。いろいろとおかしいから。それだと何がよ。森友学園みたいになってるからお前。あ、いやいや、あるある、確かにそういう問題もあるよ今。あるだろ今。違う違う、俺が言ってる安倍さんは、うん、俺なんかが通ってた幼稚園の近くに安倍さんっていうナイチャーのおじさんが誰だ住んでて。知らんよや。よく幼稚園に遊びに来てから、みんなにお菓子とかさ。だとしてもそれ言うのおかしいだろうよ。おやつとかさ、運動会でお前結構幼稚園、俺が通ってた幼稚園が結構お世話になってたから。漫才じゃないよ。そうそうそう。で、俺結構俺その安倍さんとさ、うん、俺未だに結構交流があって。あ、交流がある。そうそうそう。で、今 FEC がさ、うん、新しく音楽レーベル立ち上げたさね。あー、音楽レーベル立ち上げたね。クワッチーノイズって。クワッチーノイズね。俺ちょっとやめようと思ってるわけさ。クワッチーノイズは？うん。なんでよ。っていうのも、俺ちょっと新しいレーベルを立ち上げようと思ってる。新しいレーベル。俺安倍さんから、ちょっとお金もらったわけさ。安倍さんがちょっと宝くじ当たったって言うから。ああ、そうなんだ。俺が冗談で、じゃあちょっとくださいよ、ちょっとだけでも。したら。まあまあ長くもらったから。いいよってもらったんだ。俺兼ねてからちょっと音楽で勝負したいなって思ってたから。お前がじゃあレーベル新しく立ち上げようと。新たな俺、レーベル立ち上げようと思ってるんだよね。名前何よ。フォレストフレンズレコード。あ、森友やし、お前。いい加減にしろ、お前。で、俺も第1弾アーティストも決まってるわ。決まってるわ。大金を手にした俺、もう呼べないミュージシャンなんていないから。まず第一弾。誰呼ぶばよ。ゲスの極みを。大問題なるだろ。誰呼んでるばよ。ね、復帰第一弾。復帰第一弾じゃないよ。フォレストフレンズレコード。誰だろう、お前。第二弾、第二弾アーティストも俺決めてるよ、お前。第二弾は誰だば。ハイスタンダードのギタリストでもある、ケン横山。マギーと問題なっただろや、マギーと。もうね、いろいろ。今やもう伝説のパンクバンドの一員ですからね。いや、かもしれないけどさ。フォレストフレンズレコード。問題児ばっかりだよ、今のところ。第三弾まで決めてる。第三弾誰よ。カナブーン。清水と。清水と不倫した奴がいるところだろ、お前、そこ、お前。清水圭ですか。違う。清水文香だろ、お前。いや、もうこれでもガッポガッポお金儲けていきたいなと思ってるわけ。何言ってるわ、お前、マジで。え？あれ？ちょ、だから、うん、もう俺、これで俺お金儲けろから、うん、一旦俺、クワッチーノイズは抜けろからさ。お前、明日、承認喚問な。オチのセリフそれだっけ。あなたのオチのセリフ一緒に何かしようみたいな感じ。あ、そうだった。あ、違うか。いや、どうせさ、こんな番組聞いてるやついないから、どうせいないから、こういう、あ、どうも。14人見てる。すいません、始まりました。気づいてなかったんだ。あら、始まってた。ま、入ってるんですか、マイクは。入ってる、入ってる。入ってるから。ちょっともう。すいませんね。もう、飛んじゃいました。たまにね、ちょっとボロが出ちゃいますね。うん。やっぱりこう気を張らないと。そうだね。常に。集中しよう。うん、見てる人もいるし。そうだよ。まあ、聞いてる人も絶対いるから。うん、いるから。本当にお前良くないよ、政治的なさ。
違う違う、そこな、そこなんだ。本当こいつがいつもネタ書いてる。違う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 、こいつです、こいつです、政治関連はこいつ、こいつです。いやいやいや、いや俺政治わからんもん。俺新聞とか一切読まない。いやお前頭いいだろ。頭良くないよ。いろ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 知ってるの。おお、もうダメダメですよ。港です。あ、どうもクータシンカです。どうもクータシンカです、ね、お願いします。ね、もう早速いろいろといただいてますよ、コメント。ありがとうございます、ね、中田猫さんね、こんばんは、今日もよろしくお願いします。リュウジさんもフォレストフレンズ WW ということで。WW はわらわらね。笑いって意味だから。WW。ね、マドンナーさんありがとうございますね。こんばんは。見えるよということで。うん。大丈夫ですか。当たり前ですよ。ビビリの社会人さんからも。何ですか。コメント来てますね。はいはい、はい。どうもこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。ビビさんもありがとうございます。こんばんは。綾野さんもありがとうございますね。はい。今日もね、ちょっと1時間、ちょっとダラダラと。はい。喋っていこうかなと思うんですけれども。よろしくお願いします。ですね、はいはい、今日あれなんですよ。何？一人僕らの先輩芸人がそう見学しに来てるんですよ。来てるんですよ。なぜか見学しに来てる。なんで今日いるかはちょっとわからないんですけど、見学しにね、うん、まあなんかでもあるんですかね、この FEC チューンド的に何かが。なんかあるみたいなんで ね、 ね、楽しみにしていて。そうそう、メガネロック大谷さんっていうね。おー、知ってるんですか、ヨピピさん。なんか先輩がちょっと今日見学しに来てて、はい、ちょっとね、ちょっと映ります、じゃあカメラ映ります。ツイキャスでね、これカメラ動画でも配信してまして、うん、一応絶対喋らないでください。そう言いますね。喋らないでください、ね、今真ん中に真ん中に座って手振ってますけれども、はい、絶対喋らないでもらってます、まあまあまあねえ、あの出てもらっていいですか。ああ、結構でもあれですね、カメラに映り込むだけでツイキャスすごい、すぐね揺れてます。韓流スターターって言われてますよ。韓流スターターとかやっぱりとかね、すげえ、小谷君とか、はあ、チヂミ？チヂミって言ってますよ。ね、チヂミは分かんないですね。まあなんかちょっと新たなね、新たなこう FEC 中の的に今変化がね、だから新年度に向けていろいろあるっぽいので、それはまた後ほど追ってね話したいと思ってます。脇腹触らないで。いやだから、いや違う違う、イエーイ大谷くんだとか言ってますけど、今日大谷さん一切出ませんから。もう終わりですよ、これが。終わりですよ、もう。これが最初で最後の。オープニングだけですよ。ね、本当に。これだけですからね。ダメですから。ええー。はいはい。まあまあ、今日もコーナーを3つほどね、うん、やりたいと思ってまして。やりましょうね。まあ、いつも通り。うん。で、今日はですね、もう最初で言っときますけど、はいよ。ちょっとプロレス関連の話を、ね。おー、結構ね、だから。前回言ってたからね。先々週が、意外となんかプロレス総選挙についての。あれが意外に良かったみたいで。俺の自己中心的な放送が。博多の人まで博多の人からコメントが来るぐらいびっくりでしたね。そうそうそう、だから結構反響あったので、まあ今日もちょっとねプロレス、まあ後半にね、番組の後半にちょっとやろうかなって思ってますんで、お願いします。それまで よろしければね、皆さん最後に聞いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。ではじゃあ CM を挟んで最初のコーナー行きましょうかね。では行きましょう、 CM。 クーター進化の集まれワッター進化。この新しい番組こっち、これでいいよかな、入ってる、これ来てる、あ、もう来てる。来てる、来てる、これ、あ、来ます、あ、じゃあ、ピンチで、うん、こっちで聞いてる。これ、デコボコが使ってますよね。何に使ってるんですか。デコボコの時は矢田皆さんじゃないですか。あ、ですですよ。あ、なんか、なんだろう、興奮した時にパパンって全然意味が分からないですけど、量とかですか。はい、そうです。さすが。最後のコーナー、最後のコーナーでまあ話す今日プロレスラーグレートムタっていうプロレスラーについてちょっと、え、聞いたことある話したいと思ってますよ。港からね、中学校の時にすごい聞かされてたんです。やっぱ中学校からさ、やっぱ変わらないですか。10秒前に、はい、変わんない。なんか好きなものだったり、ああ、変わらん変わらん。5秒前、入れ込まれてるね、いろいろ。もう枠がないですね、もう広がらないですよ。クロマニアンズもほら、そうですよね。集まれワッター進化。最初のコーナーは俺たちの1週間。はい、このコーナーは先週の放送終了後から今日の放送開始までの1週間、我々にどんなことがあったのかをニュース形式で報告するコーナーです。うん、じゃあ今日も1週間を振り返ってもらいましょうか。うん、じゃねえよ。お願いしていいですか、じゃあ。じゃあ俺からいいですか。早速、はい、はい、いきますよ。はい、まず最初のニュースです。はいはい、最初のニュース、うん、世界を変える男。おう、
先日、はいはい、荒垣氏の弟が春休みに入ってから一日の半分を寝て過ごすという高校生らしからぬ行動を行っていることに対し、らしくないですね。ね、荒垣氏が外で遊ばないのと聞くと、うん、弟は脳内で後にこの男が世界を変える人物になろうとはまだ誰も思ってなかったってナレーションを流してるから大丈夫だと思うと語ったそうです。はあ、ちょっとどういう意味ですか。よかったよかった。安心してるんですか、兄貴。兄としてはね。大丈夫なの。続いて。よくないんじゃない。大丈夫、続いて。荒垣氏の弟が、はい、弟じゃない、荒垣氏の友達が、友達が、はい、飲食店に行って、チキンを注文したところ、うん、店員に、うん、チキンのお客様って呼び出されて、うん、なんか無性に腹が立ったとかなってました。お前、あれですよね、あなたの周りの人たち、頭おかしいですよ。基本ね。基本家族も友人もみんな頭おかしいですよね。でもこのことに関しては俺は、はい、いやその通りだろうって思ったけど。チキンのお客様、チキンのお客様、まあ確かにね。はっとなりますよね。びっくりするよね。違うでしょ、弟ですよ。何春休みですか今。そう、高校生、高校生は、うん、金曜日ぐらいに入っちゃってさ。はいはいはい、入っちゃってって。いいでしょ、春休み入っちゃって。ええー、まあまあまあ、いやでも高校生、高校生の時さ、うん、そこまで俺だらけてなかったよ。あー、なんか俺は高校時代の方がピンピンしてたと思う。あ、マジで？高校の港を知らないわけよ。まあ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 、うん、別々ですから。、はい、でも芸人としてもね、はい、めっちゃ頑張ってたから、ね、いや今はもう俺もう本当に昼まで寝るなんてザラでありますけど。あ、今がだらけてるんだ。今の方が大学入ったらだいぶだらけるな。あ、変わりますね。確かにね、うん、本当にもうクソですよ大学は。人間を変えるよね。人間を変えますよ本当に、うん、死ねばいいのに本当に。誰がじゃあ誰が死ねばいいの。僕がです。あ、お前が。すいませんね本当にね。オッケー、はい、じゃあ行きましょうか。港のニュース行きたいと思います。先日山城港氏が弦楽器であるベースを始めました。マジで？ついに？ドラムの経験があったためベースも簡単にこなせると思ってましたが、開始8秒で挫折。終わったんだ。これに対し山城氏が、うん、あ、俺楽譜読めないんだったよ。ダメだとコメントを残しています。ダメだったんだ。続いてのニュースです。ベース、土曜日行われたコザお笑い劇場を最後に FEC のお笑いコンビ大平スタイルが無期限の活動休止を発表しました。はい、以上ですけど。終わりか、終わりか、はい、2つ目早い。まあまあどうします、1個目から1個目からちょっとベース始めた、ベースをちょっと始めましてっていうのも、まあ2つ目のニュースにつながるんですけれども、うん、あの大平、まあね、この FBC チューン堂の火曜日を担当してる大平スタイルがちょっと無期限の活動休止ということで、だるね、あのね、ちょっと粗相が多すぎると。違うだろ。そういうことじゃないでしょ。こう会社はね、こう何度も何度もこう本人たちとの話し合いを含めていったけど、もう違う違う、やむなく解雇っていう、違うでしょ、形を取る、人身売買でしょ。違いますよ。いやいや、まあ、されるんでしょ、キイチさんがちょっとあの内地に行っちゃうと、うん、こうお仕事の都合でね、ね、で、しばらくの間、まあ、活動休止して、うん、また何年後かにまたね戻ってきますってという感じの、話をしてるんですけれども、そう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 、はい、まあまあまあ、リュウジュさんコメント来てますけれども、干されたんだよね、キイチさん。まあ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 、言い方、部屋干しと、まあ部屋干しぐらいですかね。一応干されてる、部屋干しぐらいの感じかな。臭くなるやし、うん、そうそう、それで、うん、で僕ら芸人でちょっとバンド組んでまして、うん、僕とノルウェースウェーデンの店長とキイチさんと、あと、いつもお世話になってるテンブス館、僕らがお笑い劇場やってるこのテンブスって劇場のスタッフの徳地さんの4人で、ね、ピンチヒッターズっていうバンド組んでるんですけど、うん、まあ、僕が基本ですよ、基本体系が僕がドラムで、うん、店長がボーカルで、うん、徳地さんがギターで、キイチさんがベースだったんです。キイチさんベースなんだね。そう、キイチさんがまあ脱退。お、かっこいいな、なんか脱退っていうとかっこいいな。脱退っていうことで、うん、ベースがいなくなって、うん、俺がやります。店長も一応ドラムはできるんですよ、ある程度。あ、そうなの。じゃあ僕がじゃあベースやりましょうかってことで。店長ドラム叩きながら歌ったら痩せない？いやでも痩せると思う。やばくない？いやでもどうなのかな、ライザップ通っても痩せなかったか。あのデブは、ライザップ、うん、ライザップのなんか写真の機能で、うんうん、最初と、はい、このライズアップ終わった後の状態を比べる写真が、ああ、はいはいはい、全然変わってない。ねえ、
店長が店長になってましたね。ライズアップ通って太ったのは店長ぐらいじゃないですか。世界中でおかしいよな、中田猫さん昨日の患者も見たってコメント来てますけど、患者も昨日なんかあったんですか。なんだろうね、ちょっと気になりますね。気になるね。あれ面白いですからね。でベースやるんだ。ちょベースやってて、まあ一応楽譜もだから俺もらったんですよ、バンドの楽譜を聞いてたんからね。うん、全然意味わからなくてすぐ次の日事務所で会った時に楽譜持ってて、これどういう意味っつってである程度教えてもらって、今ボロボロボロってもう基礎的なね、ドレミファソラシドを今練習してるんですけど。そうなんだ。なかなか難しいっすね。ベースはタブフっていうのない。タブフタブフタブフ、タブフなんだ。数字が書かれてるんだよね、うん、あれ弦の場所に、ね、結構ね、一応でも1曲だけ若干できるようになりましたよ。おお。1曲すごいすごい。ラモンズっていう洋楽のバンドがいて、ほんほんほん、ラモンズのブリッツグリップポップっていう、サッカー選手。違います違います。あ、します。誰と間違えてる。ラモンみたいにいなかったっけ。ラモスでしょ。ああ全く関係ない。すいません、本当にベース特集やってたんですね、昨日の患者も、うん、見たかったっすね。ちょっと患者にの新しいアルバムに僕が好きなユニコーンっていうバンドが楽曲を提供してるんです。へえ、よかった。患者には大っ嫌いなんですけど、よかったさよかったさよかったさいや患者にはもう大っ嫌いなんですけど。患者には嫌いなの。ユニコーン大好きなんでね。これどうなの、ちょっと調べてみよう。お前的には何が何が嫌いなバンドが、嫌いなアイドルが好きな、なバンドの歌を歌うっていうのは、まあまあまあ土下座しろぐらい口悪いな。あのね、違うぞ、嫌いではないんですよ。あ、始まる始まる。違う違う違う。いいよ、コーナー。違うんす、じゃ始まらないです、始まらないです。違う違う違う、あのさ。これプロレスぐらい長くなりますよ。違う、はっきり言うよ、俺。はいはい、はっきり言うよ。俺、やきもち焼きだわけよ。ああ、自分で言ってたね、それは。俺、ジェラシーだわけさ、これ。ジェラシーで言ってるんだ。だ俺、嵐とかデージワジワジするわけよ。キャキャされてるからってこと。まあまあ、それもありますよ。それしかり、うん、だってさ、あんな歌とダンスも完璧にできる人たちが、うん、なんかもうテレビ番組でこうバラエティとかを面白い番組を作るさ。はい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 。お笑い芸人としてはやっぱりこう悔しいんですよ。なるほどね。ね、うん、僕らはだって面白くもなければイケメンでもないし、どうしたらいいんですかと。そうだね。こうなんとかこう僕らのこの敷居を上げたいというか。はい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 。もっと必要としてほしいというか。はい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 。でもあんなかっこいい人たちにね。もう今はね、なんかそういう時代だからね。ねえ、もうイケメンも面白いみたいな。だってもう村上くんとかさ、もうイケメンも何でもできる。夜のなんとかをとかなんかやってるでしょ。やってるね。月曜から夜更かしか。うん。もうめっちゃ面白いもん。本当に。ジェラシーです。大好きだもん、俺あの番組。ジェラシー、だから星野源とかも俺は本当にもうイライラするんですよ。あんなイケメンでさ、うん、それなのにまた音楽でも活躍して、うん、俳優でも売れてさ、なんなのって感じで。俺歌うしね、カラオケで星野源。歌うんだ。歌うんだ。いいもん歌。本当に悔しいですよ。皆とカラオケでさ、自分のライブだと思ってさ、俺なんかのところに倒れ込んでくるのやめて。いやいや、やるだろ。やるだろお前。自分のライブだと思ってるんですよ、カラオケ。いや、モッシュ&ダイブ、一人モッシュ&ダイブですよ。おかしいよ。そうなんです、ギターも上手だしね、本当にね。みなと踊るってよ、綾乃さんが。俺ね、でも踊り覚えるの一番早いですよ。でも俺本当に、俺そうだ、そうなんですよ、うん、俺ハイアップローでも一番覚えるの早い。結構俺切れ味鋭いと思います。本当に。帰りがね、でもうまい、ね、帰りはまあ経験者だから、うん、でもダンスは俺、あ、まあ一応ね、いろいろ言われる可能性あるけど、俺ダンス、この世の物事で一番俺興味ないのがダンスだわけ。ああ、そうなんだ。俺見ても何とも思わんけ、ダンスは。へえ、かっこいいとも思わないんだ。かっこいいっても思わん。へえ、すごっても思わん。あ、そうなの。ただ踊るのは好き。うん、踊るのは楽しい。やっていきたい。何聞かされてんのこれ。踊るのはやっていきたい。やっていきたいんだ。まあこんな感じで。本当は一番ダンス好きなのかもしれない。いやー、まあ、紙一重なんすからこれね。どうなのかちょっと分かんないですけど。まあこんな感じで。一旦締めましょうかね。そうですね。一旦コーナー締めましょうか。じゃあお願いします、はい、じゃあ、はい、以上、俺たちの1週間でした。お前顔濃ゆいな。
は？いやもう濃いだろや。は？あいつも顔濃いな。本当だ、あいつも顔濃い。集まれ！ワッター進化。まあ、今、はい、まあ、俺がまあこのまあ万物がありますと、うん、たくさんね、世の中の物事で一番俺ダンス興味ないって言いましたけど、うん、あなたが一番興味がないものって何なんですか？いつからあなたになった俺？あなたが俺、うん、俺が一番興味ないもの、ないもの、そうですね、し、うん、下ネタとか本当に面白くないとっても面白いもう一気に俺もやる気なくしちゃう。下ネタですか？下ネタは好きじゃない、好きじゃないわけじゃないけど、はいはいはい違うだろ、なんかでも上手にさ、はいはいはい、上手に下ネタを、まあ、そう笑いに組み込んでくる人はすごいと思うんですよ。すごい面白いんですよ。なるほどね、なるほどね。ただなんか下品な言葉言ってさ笑い取ろうとするのはなんか違うのかなと思うけどね。ねえ、もう勝利はだってようやく最近うんこって言えるようになりましたもんね。そうですね、堂々とうんこって今二十歳になってやってですもんねなるほどね。あ、まあなんかある種技術だからね、それはね。そうだから下ネタの出し方ね、技術、うん、確かにすごいです。まーちゃんさんとかすごいですから。すごい、笑いかない祭っていう、あの3年ぐらい前に、うん、このまあ僕ら FEC となんか CM でめっちゃやってたよね。そうそう、オリジン、うんうん、吉本、はいはいはい、とかも沖縄のお笑い芸人でもマンチャーでこうライブやった時に、うん、だから全体だ、いろんな、だからもうそうそうたるメンバーでライブをやるわけですよ。はいはいはい、 そうですね、その時あの全体の MC がまーちゃんさんで、ほう、まあまあのどしもネタ言ってましたそうなんだ。まあまあのどしもネタ言ってベンビーさんに注意されてました、ね、うん、そんなことあったんだ。いやもうすごいなと思いましたね。やっぱり、ね、やっぱり俺この人についていこうと思いましたそうなんだ ね。逆に一番好きなものって何？一番好きなもの、うん、なんだろうな。何ですか？あ、でも本当に、うん、うん、本当にお笑いしてる時は好き。ああ、笑いしてる時のあれは楽しい。素晴らしいですね。楽しいですね、やってる時は。転職というか、まあ、まあ、楽しければ本当に、ね、いいことだと思いますよ。ええ、港は？俺が一番好きなものですか？うん、音楽です。お笑いって言え音楽です。お笑いって言うところだろ、ここ本。いやもう音楽です音楽なんだ。もう今もうだってバックグラウンドミュージックでビートルズが流れてるでしょ。ね、ビートルズいいね。俺はこんなのやりたいもんお前がじゃあやってることは間違ってるよ、うん、だから俺小学校の時に俺だから小学校の時にさ、だバンドよく聴いてたから、はいはい、親の影響とかでさ、うん、ブルーハーツとか、ね、よく聴いてて、うん、だあまりにも聴くもんだから、もうお母さんが言い寄ったわけよ。なんて？ギター教室から通えば、おーおーおー、小学校6年とか中1ぐらいの時に言われたんですよ、うん、したら俺いいよって言ったわけ。なんでよ？っていうのも本当に好きで、好きすぎて、うん、俺がこういう人たちみたいに楽器弾けるわけがないって思ってたんですよ中1ながらに。あー、後悔です。謙遜というかね、やっとけばよかったなと思って本当に今もうや弾きたいしね。ギターとかお前弾けるさ。ギターいけるよ。別に音楽好きでもないくせにいや好きだよ嫌い、好きでもないくせにとか言ってるけど、好きでもないくせに。やお前好きでもないことはないですよ。事務所でネタ合わせしようっつってお前事務所に来たらマジでギター持っていやいやいや待って、ちょ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 、誤解される誤解される。マジムカつくやつさ。いや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 、もう店ビルグちょ店ビル流してないよ本当にそんな風に思ったの。本当にムカつくんですよ本当に弾きたい人の前でさ、なんなの本当に。もう弾きたい、でもすぐできる、うん、できると思うよすぐ。いやでも難しい。これあれ、お前のその技術って独学なの？そうだね、高校1年の時に始めて。なんか教えてもらったりとかしてないの？うん、なんか一応トゥルーラブ、藤井文也、あ、はいはい、トゥルーラブを練習してたら一曲できるようになったんですよ。はい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 、やったらあとはもう大体できるようになりますね。これって期間ってどれぐらいかかるの？でもなんだろう、 F コードかっていうのが一番難しい。ああ言いますよねよくね、 F で挫折するみたいな。そう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 、 F ができるようになるまで、うん、一応 1,2 ヶ月ぐらいかかったかな。ああまあまあまあでもかかるのか。うん、まあ俺もベース始めてまだ4日とかなんでいやでも4日ででも1曲若干できてるからすごいね。あでもそれすごいね。でもキイチさんが言うには、うん、ギターよりは簡単だよっては言うわけよ。あーベース？でもそうなんだ。でも
たまに聞くのが、うん、意外とベースの方が難しいっていう人もいるわけさ。まあ人それぞれなんでしょうね、それは。でもだって、まあ綾野さんもギターできるんだったらベースできるのでは、うん、はいはい、ねえしね。だもう俺弦4つやしぐらいのノリだったわけ俺最初ギター6本だろ、ギター6本だろ、弦4つやし4本やし、いけるだろうやみたいな。やっぱ龍二さんそうなんすかすぐ流されベースの方が難しいぜってね、もう本当にね、難しかったんだね。ちょっとまあ次キイチさんに会うときに返そうかな返すね練習頑張れ、まあまあまあ本当にね、うん、ちょっとまあ形になるまでには4月までにはなんかちょっと 見たいね、港のベース弾いてるちょっとやりたいな。なんかだから弦楽器を弾きながらさ歌えるようになりたいんだよね。ああ、モンパチみたいな、モンパチみたいなさ、 清作さんとかも、ね、ベース弾いてるし、いいね、かっこいいじゃないですか。かっこいいね、昔の清作さんとか、うん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 、ねえ、あんな感じなんで昔のって言ったのなんで今昔のって言ったのあれ昔のって言ってたよ俺、今昔の清作さんはかっこいいねって言ってたよ。いやいやいや、今もかっこいいよ何言ってるんですか。太ったからってこと。いや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 、もう何も言ってないです。いやいや、清作さん俺ほんとリスペクトしてますから。ライズアップ、ライズアップやれってこと。いや違う違う違う、お前お前だよ今のはお前に問題があるお前だよ今のはって、圧倒的に圧倒的に今のはお前に問題があるまあ、ね、まあ今日ちょっとじゃあ一曲かけましょうかね。かけよう。僕がまあ好きなバンドで、うん、まあいずれこれをちょっとベース弾きながら歌えるようになりたいなっていう曲を最近聴いてるんで。聴いてる歌ですか、じゃあこれ、うん、じゃあ一曲、はい、お送りしましょう、はい、ハイスタンダードでステイゴールド。綾野さんコメント来てます。私はどちらかといえばベース派、ギターは全然できなかったけどベースは一曲弾き、おお、なんかね、ギターは一応かっこいいじゃないですか、こうギターソロだったりとか、あー、あるからね、かっこいいですけど、でもたまに本当にベースがかっこいいっていう人いるよね。ベースがかっこいいよ、思う？俺はベースがかっこいいと思う。あー、ギターもかっこいいけどさ、全然全部どっちもかっこいいとは思うけど、ベースって聞こえないさとか、なんかさ、なんなのあのギターじゃないのあれとかって支えてる感がね。まあまあまあ、それはあとたまにたまに聞こえるベースの音がいいよね。ああ、そうだよね、こうだからギターが肉だったらベースは骨ですからね。おーおお、本当にかっこいい。いやもうベースだ、ベースってやっぱりあのだ基本基礎って意味ですから、ベースその、そうだね、文字通り、うん、だからバンドで大事なのはベースとドラムね、ドラムもね、このテンポというか全部握ってるのドラムですから、ね、いやもう本当にね、あれっちりのベース、店長とかもだ、店長だから洋楽大好き店長が、うん、これやっぱ言うんですよ、ベースは誰々がすごいとか言ってました。レッドホットチリペッパーズ、高い位置の構えマックの商品ですか。違います、バンド名です。レッドホットチリペッパーズ、はい、そう、指弾きとかもかっこいいっすよね、ベースね。指弾きもいずれできるようになりたいな、ベース。指弾きね。いやー、やっぱり今、あれでやってる。ハイスかっこいいな。ピックで。ハイスタのベースの南波さんもピックだ。へー。ピックね。はい。クーター進化の集まれワッター進化。上ちゃん、あ、まあ、マキシマム、あ、マキシマムか、小松さんからホルモン小松なのね、まあ、あいつに何ができるあいつ、あいつ何にもできないんだあいつって言うじゃんあいつって言うじゃん、ただのいや素人童貞だもん童貞か分からんの俺って今28分ですけど大丈夫です。あ、延長できるみたいよ、大丈夫です。大丈夫、うん、はい、CM 挟んでじゃあ次のコーナー行きたいと思いますのでね。はい、よろしく。ある？いや、オッケー。次のコーナー終わってその次にプロレスの話をしたいと思ってます。プロレス好き集まれ、はい、プロレスの話するって言った、うい、告知の時、うい腹立つわ。10秒前です。機材叩いたし、5秒前。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。
どうも沖縄国際大学の山城湊です。どうも琉球大学の荒垣勝利です。クーター進化です。クーター進化の集まれワッター進化。あ、はいはいはい。じゃあ続いてのコーナーは、はい、俺たちは大きくなった。このコーナーはですね、去年二十歳になった2人が大人になっていく上で俺も大きくなったなっていうエピソードを紹介するコーナーです。まあ、コメント来てますけど、綾野さんプロレスで思い出したけどお相撲さんがポロリしたらしい。何を思い出してるんですか。俺相撲知らないです。わからないです。でも誰でしたっけ、すごい肩脱臼しながらも優勝した方がいましたよね最近。うん、稀勢の里。稀勢の里ですか。脱臼してたんだ。すごい、痛かったはずな。ということで、まあ、もっとあるだろうな。軽っ。わからん。痛かったはずな、じゃないよ。わからん、相撲。痛かっただろ、絶対。痛かっただろう。絶対痛いだろ。それは。はい。まあ、大人になったなってエピソードですよ。ありますか。あります。あ、俺ですか。はい。風邪をひきましてですね、久しぶりに。おぉ。なんか、久しぶりに風邪をひくって感覚がもう、なんか。あー、え、何ちっちゃい時よくひいてたってこと。そうそうそう、クモン行く前とかすぐ気分悪くなってたからね。それはあれだ、仮病だろ。クモン行く前にって。そう、あクモンの前に、うん、絶対ロックマンがやってたんだけど、ロックマン、あ、アニメ、アニメのロックマン、はいはいはい、ロックマン、ロックマン見るたびに吐き気催してた。このさ、なんていうの、このやっぱクモン、やっぱ勉強って嫌じゃないですか。そう、勉強好きっていう人ってあの頭おかしい人だけでしょ。やめとけ。いやいや、だからなんか勉強だったりさ、ね、こう学校行く、まあ、朝起きるのとか嫌でしょ。嫌だよ。だから目覚ましテレビのテーマソングとかも大っ嫌いなんだよね。わかる。俺ゆずとスーパーフライ大っ嫌いなんでしょ。西野カナも一時期やってたよ、ね、あったね。弟があの曲流れるためにうわーって発狂してたから。そうですよ。だ、目覚まし音とかもあの iPhone で、うん、俺目覚まし設定するとき、あの、あ、音のバリエーションがあれ多いでしょ。はいはいはい。だから朝だからこう気持ちいい音で起きたいなと思って、はいはいはい、まあ、設定して、うん、まあ、最初の2日間ぐらいは気持ちいいんだけど、うん、だんだんその音も嫌いになってくる。そうそう。定期的に変えていかないとね、うん、だからウルトラマン俺好きなんですけど、うん、ウルトラマンの目覚まし時計プレゼントされてたんですけど、めっちゃいいさ。俺はもう一切それでもう起きこの設定してないです。あの目覚まし時計さ、なんか喋るよね。喋、うん、る喋る。なんだっけ、なんかよ、3分の なんとかとか言うと。なんか言うよね、一応ね。いや、もうほんと鹿島さよって思いたくないから、俺ウルトラマンのこと。そうだよね。だからそれはもう俺はちょっともう置いたまんまにしてます。ウルトラマン好きだから、ね、オブジェにしてますけどね、今ね。なんかサザエさんなんとかみたいなのもあるみたいですからね、いろいろね。日曜日にサザエさん見たら、はいはい、あ、そうなんすか。もうめっちゃやる気なくすみたいな、大人の。まあそうですね、あの最近、はいはい、あのラーメン食べに行って、おうおう、トンドー行ったんです。トンドー美味しいよね。トンドー行ったんですけど、うん、替え玉できるでしょ。はいはいはい。替え玉、何も躊躇しないで、うん、替え玉すぐできるようになったなと思って。あー、2杯とかね。なるほどね。なんかちっちゃい時とかっていうか、まあ子供の時は、なんか子供っていうか、まあ高校生ぐらいの時は、そうだ、替え玉100円ねえ、どうしようかな。100円ってまあまあ大きいしさ。そう、高校生からしたらね。あ、なんかまあでも、普通にも替え玉するようになりましたね。そっか、そうだね。多分店長さんとかも、うん、店長さんはでも、うん、ずっとお金持ちさん、うん、店長はね。あの人ね。なんかそういうことじゃない。ああ、え、どういうことですか。あ、なんでもないです。なんでもない。替え、うん、玉のしすぎとかあったのかな。あ、あの方。あの方ね。あ、でも意外とあんまり食べないぜ、店長。そうなの、意外と。うん。並盛りだったもん。え、そうなの。あ、でも最近、そば食べに行った時は、うん、もうめっちゃ具が番内入ってたけど。意外に食べないんだ、店長さん。意外と食べない時もある。へぇ。そう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 。なんであの体型って聞いてますよ、中田ね。ねえ。いえ、まあまあまあ。あ、でも、うん、この1日、何食って言ってましたよ。だから食べてまたしばらくして食べるって多いって言ってました。ずっと何か食べてる状態ってことか。そうそうそう、そういうことだぞね。なるほどね。ずっと、ま、永遠に満腹なんでしょうね。はい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 、はい、でも満腹じゃなくなったら食べるみたいなのない？いや、あるよ。たまにあるあるある。そうそうそう、夜中でもな。なあ、逆になんか寝るのがきつい時あるんですよ。腹減りすぎて。なるほどね。で、絶対体に良くないんですよ。そう、
夜中に食う食べたらね。でも、もうなんかもう逆にぐるぐるしても眠れなくて、なんか入れんとって夜中からちょっときつねうどんとかもドアウトなものとかも結構食べてるね普通に。もう夜中に食べるラーメンはでもめっちゃ美味しいよね。なんでなんだろうな、あれやめてほしいよなあれねえ、夜中に美味しいのやめてほしい。夜中に美味しいものをより美味しくなるんですよっていうか、何でもそうだけど夜中が一番うまい。何なのあれ、あれ夜中に食べたら美味しいやつ何なのかな。夜中が全部うまいよ。もうラーメンしかり、おかしいよね、焼肉しかり、そうそうそ う, そうスイーツしかりですよ。スイーツもね、夜中2時にプリン食べてみてください。いや、そう、カップ麺ですらよ。じゃあ、お昼カップ麺食べたいって思わないでしょ。思わないわけ。夜中無償に食べてる。何なのこれ。あれやばいよね。本当にちょっとどうにかね、なんか薬とか出してほしいやつさ、そういう。夜中に、夜中に美味しくならないってこと。本当にね、よろしくないですよね。うん、俺の弟はだって、寝ながらクッキー食べてましたからね。うん夜中落ちてるのに。そうそうそう、病気でしょ。それどういう状況ですか。すごいんですよ俺の弟。寝相、寝相っていうかもうなんか寝ぼけてるのかな、はいはい、わかんないけど、はいはい、トイレと思ってタンスにしっこしようとしてたから。あ、いえ、やばいな。おかしいよね。これ本当に早めに直さないとめんどくさくなるやつじゃん。あ、しかも俺の部屋のよ。え、人の部屋で何してるのこいつと思って。あ、なかなかの癖のある弟ですよ。まあね、まあ、大人エピソードはこんなもんすかね。そうですね、皆さんもなんかこういうね、今までのこの人生でこういう場面で、あ、自分も大人になったなっていう感じるエピソードとかがありましたら、ぜひともツイキャスなどでねコメントくださいね。うん、紹介 しますので。そうですね、よろしくお願いしますね。やっぱ夜中にこう食べることに関してやっぱり意外とありますよ反応ね。え、中田猫さんも夜中2時のプリンが美味しいみたいです。綾野さんね、さんお菓子爆食いしちゃうさ、吐き気起こしそうとか、リュウジさんも夜中のカップ麺美味しい、まあ、本当にね、ふざけるなんて話です。最近金銭感覚狂う気持ちも分かります。ああ、あっという間になくなりますよね。うん、気づいたら、気づいたら、だってもう昨日入れたはずのガソリンがもう次の日はなんかちょっとない時とか、ね、そこまで行ってもないのにね。なあ、おかしいですよ、ね、誰かが多分取ってる、盗んでるんでしょ。開けてからね、身内がね。なんでその疑いが最初に出てくるの。本当に残念でならないですけど。ユーミさん、夜は飲み物以外受け付けないんだ。いや、羨ましいよ。それは羨ましい。太らない、ね、その方がいいですよ。太らない、もう飲み物以外ね。どうしようかな、もう。もういい時間なんすよこのラジオ終わりがさ。そうそうそう。FM ギノワンちょっとどっか寄っちゃいそうになるんだよね。ギノワンから那覇ってさ、ラーメン屋何軒あるかよ。お家までのやいい具合に FM ギノワンからお家までの間で寄ってしまいそうなるよね。もうふざけないでくださいよ。やばいよね。もうね、ちょっともうなんかさらちにしたいですよ、ね、いや、もう感覚おかしいだろ。考え方おかしいだろ。さらちにしてやろうかな。さらちにするぐらいだったら我慢しれん。いや、本当にもうね、まあ気をつけながらですよ。そうですね、大人ですから、うん、大人ですから自分でね、はい、自己責任ですから、ね、自己責任取りました。まあ、とりあえず帰りに僕ラーメン食べます。食べるばい。全然責任感ないな。以上、俺たちは大きくなったでした。ええ、お前顔濃いな。は？いや、もう濃いだろや。は？あいつも顔濃いな。本当だ、あいつも顔濃い。集まれ、ワッター進化。はい、それでは最後のコーナーはこれでお前も好きになる。はい、このコーナーはコンビの片方がもう片方に対して自分の好きなものを熱くプレゼンし、無理やり好きになってもらうコーナーです。はい、プロレス、今日はね、まあ僕が、うん、プロレスっていうか、まあグレートムタについて。グレートムタ、そうそうそう、グレートムタ知ってない、わからないですか。名前聞いたことある、武藤。あ、そうそうそう、皆さん知ってますか、武藤刑事。いや、そう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 、その武藤、ハゲ。ハゲ。いや、言い方あるだろ、もうちょ。松山千春。いや、それどっちかに失礼だからさ。みたいな。松山千春みたいな人なんですけど、武藤。失礼だから。だ、武藤刑事、ね、皆さん知ってますよね。金城さんみたいな。金城さんみたいな。ハンサム金城さんみたいな。ね、武藤刑事。武藤刑事さんね。この武藤刑事のもう一つの姿、うん、
へえ。このグレートムンタ。このマスクマンですか？マスクっていうかペイントですね。あ、顔にこのペイントを施して、はい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 、ちょっと殺伐としたねペイントで。へえ。まああの武藤敬司、まあ武藤敬司のプロレスラーとしての武藤敬司のこのファイトスタイルは、まあこうちょっと紳士的なね。あ、それこそもうザレスリングというか。はい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 。こう俊敏性もあるし、また力強い打撃だったり関節技とかも、ね。普段の武藤さんはどんな感じなの？だからグラウンドに長けてるんです。とってもあのオールラウンダーというか。はい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 。本当にあのだからあの ジーニアスって言われてるんです武藤は。あ、天才なんですよ。へえ。すごいなんかあのこの試合中でのひらめきとかね。うん。すごいなんかもうプロレスラーとしてはもう真っ当なね。こうレスリングこうファイトスタイルを取るんですけど。そうなんだ。グレートムタは打って変わってね、おラフファイトです。はあ。ヒールレスラーなんですよ、グレートムタは。へえ、かかと？いやいやいや。いや、バカかよ。違うよ。そっちのヒールじゃないよ、ね。そうなんだ。どんなや、お前、違和感ありありすぎるだろ、悪者ってこと？悪者なんですよ。悪者というかね、まあ、まあね、結構ラフなファイトというか。顔に入れ墨もしてるぐらいだから、ね。そうそう、入れ墨っていうか、まあ、ペイントなんですけれども。すごいね。あの、狂気攻撃とか。まあ、ええー、パイプ椅子で叩いたり。マシンガンで撃ったりとかする。いやいや、もう死ぬだろ。アクション映画か、お前。もう乱暴見すぎだよ、お前。ねえ、ヨッシーさんコメント来てますけど、地獄からの使者、グレートムタっていうことで。グレートムタって、うん、どこにいるかわかります？え、日本。いやいや、あの、魔界に住んでる。魔界に住んでるんですよ、グレートムタって。ちょっときついな。武藤が、こう、魔界にムタを呼びに行って、きついな。こうムタが来てこう試合するんですけれども。そうなんだ、はい、魔界の人なんです。あ、で、まあ、グレートムタの代表的技といえばこれ知ってるんじゃないですか。わかるわけないだろ。わかるでしょ。え、マジ？ムタの代表的な技ですよ。え、魔漢交殺法。いや、ピッコロやろ。違うよ、お前。なんでなんで。毒切りです。毒切り？毒切り分からないですか？分からん分からん。こう口から緑色の液体を霧状に相手の顔面に発射して、は？視界を奪うあの技分からないですか？は？毒切り？やばくない？いや、やばいんすよ。ルール違反じゃないそれ。これルール違反なんですよ。ルール違反なんすよ。ルール違反なんすよ。そうなんすか？いや、ルール違反だけど、これがまたムタの上手なところなんですよ。あ、レフェリーが見てない時にやるんですよ。見れ！分かるだろ。毒吐いてんな、あいつみたいな。あのね、なんでレフリーも見てないの？ムタが毒切りを吐く瞬間、うん、どのレフェリーもこう背を向けてるんですよ。なんで？必ず。いや、お金あげてるでしょ、裏で。やっぱり魔界の住民ですからね。やっぱりそういうね、違う、普通の人とは違うんですよ。小学生の解釈だよ、それは。いやいやいや、本当に本当に。いや、おかしいから。本当にでも、すごいんですよ。そう、あ、ヨッシーさんコメント来てますけど、みんな一度は毒切りの吹き方の練習するらしいねって言ってますけど。これは何？レスラーがってこと？いや、違うんです、ファンがですよ。俺小4の時毎日お風呂場で練習してました。よくないよ。全然よくない。未だにやってますからね。最近天仏の4階から外に向かって毒切りやってたら、本当にやめろお前。下の人に怒られました。怒られるだろ。汚いです。当たり前だろ。汚いのでやめてください。お前なんか中学校の時も冷水器の水で誰かにかけてたよね。かけてたでしょ。うわーっつってねえ、つってじゃないよ。いや、水だからって言ってもね。いや、あの口から口経由してるからね、お前の口。毒ではないから。違う違う、キリだから俺の場合は。これは目に見えなくなるの？いや、もう本当にあの毒なんで。口から毒を吐いてるから、それはもう目はもう、あ、一時的にですね。一時的にこう視力が見えなくなって、まあだんだんまあ、時間が経てばまあ良くなる。毒切り後で見てみよう。いや、もう本当にすごいですよ。へぇ。またこの毒切りのバリエーションね。レフェリー以外は見えてるんですか、毒切り。見えてます。そうなんだ。レフェリーの意表をつくんですよ。必ずレフェリーはもう見てないんですよ。たまたまね。これが気になるんだ。たまたまよ。たまたまじゃないよ。たまたまよ。例えば、そうなんだ。もう一瞬の瞬きの瞬間とかにやるんですよ。切りだから残るだろ。いや、違う。毒切りのバリエーションが豊富なんですよ。あ、ちょっと出したりとかってこと？いやいや、緑色もあるし、うん、赤もあるし。そういうバリエーション。黄色、青、色のバリエーションが豊富。戦隊ものみたいな。じゃあ本当にすごいのか、あの緑の毒切りを吐いた、うん、1分後とかに赤の毒切りを吐くわけ。え、これすごくない？
これすごいだろ。すごいね。お、だからすごいさね。ありえねえさ。え、それすごいね。ってことはですよ、本当に体内で抽出してるこれ毒なんですよ。ってことはってことはじゃないけど、いやでもってこと、いやもう風邪気味じゃないですか。いやもうだから体調悪くなる。緑入って1分後に赤、赤入ってまた1分後に緑って、それ何、それどういうこと、すごっ。いやこん完全になんか体内の毒を、色としてプーってやって YouTube で見れます、毒切り。これちょっと面白そうだね。もうすごいっす。めっちゃ気になる、うん、で、まあ、グレートムタなんですけれども、まあ、武藤刑事のもう一つの姿と紹介しましたが、うん、こう武藤刑事がアメリカに遠征した時に、うん、こうギミックが忍者なんですよ。忍者がモチーフなんですよ、グレートムタって。あ、そうなの。そうそう、で、あの、まあ、日本といえば忍者だろうっていうことで、この忍者をモチーフにしたこのグレート武藤っていうリングネームでこうペイントをして忍者の姿でアメリカのリングでやったんですけど、うん、アメリカのリングアナウンサーが武藤っていう発音、うん、日本語の発音ができなくてムタって言っちゃって、はあはあ、そのままもうグレートムタとして日本に帰国してこう日本でもデビューするわけですよ。へー、グレートムタとして。すごいすごい。で、本当に素顔の武藤とはもう本当にこれ武藤なのってぐらいの、うん、本当にずさんなファイトをするっていう。ねえ、魔界に武藤さんが呼びに行ってるんじゃない？呼びに行ってる。本当に武藤なのって言ったら、これわからないんですけど、これ実際わからないんですけど、たまに汗でペイントが落ちるんですよ。うん、その時のペイントの素顔が武藤刑事そっくりなんですよ。ああ。可能性としてはこうもう一人の武藤刑事なんじゃないかな。魔界に本当にそっくりさんがいて、その武藤と、まあ、たまたま仲良くなってみたいな。苦しい。いや、本当に。苦しいよ。いや、だって、苦し紛れ。これもだからびっくりなのが、武藤刑事が出場した、この会場には絶対にグレートムタはいないんです。で、グレートムタが出場した会場にはもう武藤刑事はいない。でもそういうことさ。そういうことさ。これはどういうことなんだろう。ミッキーと同じ暗黙の了解だけど。どういうことこれみたいな。今日武藤見に来たの。そういうことでしょ。だから必ず二人が同じ空間にいたことは一切ない。これは未だに謎なんですけど。そういうことでしょ。そうそうそう。まあまあグレートムタとして。まあ、ね、いやでも素顔の武藤とは全く打って変わったもんこのファイトスタイルですから。うん、だ当時のこのファンはねもう本当びっくり。大流血まで追い込みますから相手を。はい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 、流血してまたその嘘って血で染まった顔にまた毒吐きますから。緑と赤が心言い混じって本当にね。へえ、びっくり。もう本当にね。で、いやでも名勝負だらけ、グレートムタは。で、なんなら武藤刑事よりも先に出世してるのがグレートムタです。マジか、はい、マジか。そうなんですよ。もう一つの顔の方が先に行っちゃったんだ。先に行っちゃったんですね、これね。ペラトもなんかペインとして漫才したら。いやでも考えてますよ。やめてやめてやめて。本当に本当に。お前、俺が今進めたけどやめて。いや俺本当に、俺たまに本当に俺絵の具ポスターカラーの絵の具買って、俺たまに自分にムタのペイントとかお家でやって遊んでますから。病気やし、もう食紅買って緑の食紅。病気だよ、もう。病気じゃないよ、お前。何してんの。やるだろお前。やらんだろ。一回は誰でもやるだろ。俺やったことないわ。まあ、ザ・グレート歌舞伎っていう、まあ、ベテラン、大ベテランのプロレスラーがいまして、うん、そう、歌舞伎も、毒切りを吐くんですよ、パフォーマンスで。へぇ。そう、歌舞伎の息子っていうギミックもあって。はぁ、あ、はぁはぁ。親子対決では。戦った。戦ったの？親子対決があるんですけど、へグレートムタ VS ザ・グレート歌舞伎。親子対決。これまたムタが歌舞伎、お父さんを流血に、もう、うわ。大流血させて、やば、全然親不孝もんだな。いやもうすごい、これテレビあまりにもこれグロテスクすぎて、試合の放送がこれ中止になったわけ。うわ、マジで言ってる。試合の内容がどんなものかっていうと、口から内臓とか出てきて、どう、そんなわけないだろ。もう勝てないよ、もう勝てないよじゃない。いやだから額から、うん、こうもう噴水かのような感じの流血する血をムタに浴びせるっていうね。分からん分からん、状況が全然意味やから。自分の血を、だから自分の血をこう対戦相手に毒切りみたいな、ぶちまけるんですよ血を。でその血でムタが視界奪われて負けるっていう。負けるんだ。あまりにももう本当にもうあまりにもこうグロテスクすぎて、もう放送がもう中止になったんですよ。伝説の試合です。いやただでもね、まあグレート歌舞伎ももう年ですから引退試合で
引退試合があったんですよ、うん、引退試合に先駆けてグレートムタ息子のコメントでお父さんとタッグを組みたいと、おお親子タッグも実現したわけですね。これ引退試合でそのタッグは勝ったの。タッグは勝ちました。おおすげえ。こう2人同時に毒切り入ったレフェリー見てるでしょそれは。これレフェリーたまたま見てないんですよ。なんで見てないのレフェリーは。たまたま本当に見てないの。レフェリー見てないのがおかしいんだよ。いやでもたまにあるわけさ、うん、あのたまにムタはもうあまりにも興奮しすぎてレフェリーに向かって毒切りを入る。いやおかしいだろ。時もあって間違わんだろ。その時はもう反則負けですよ間違わないでしょ。ただでも大体レフェリーはたまたまもう見てないだからレフェリーからしたら、うん、あれなんでこいつ緑色なのになるわけ。ああそうなんです。あと綺麗に港がレフェリーって言ってるのが気になる。レフェリー気になる気になる。何がレフリーじゃないの。レフェリーあオッケーオッケー。じゃあそれはそれでいいや。ふうにちっちゃいですレフェリーそれはそれでいいや。ほんとにグレートムタ僕大好きなんですよね。すごいね。ちょっと毒切り気になるね。だからグレートムタはほんとにあの YouTube とかでいろいろ試合見れますので、はいはいはい、あのほんとにもうなかなか面白い試合があって、だからムタはあのほんとに簡単にさ、簡単にっていうかやっぱりこういうキャラクターだから偽物もたくさんいるんですよ。ムタの真似をするレスラーもたくさんいて、大仁田敦志ご存知ですか。あ、わかんない大仁田敦志っていうあの電流爆破の王様って言われてるね、あのプロレスラーがいるんですけど、大仁田敦志がグレートニタって言ってまたムタとそっくりなペイント施してプロレス界に著作権はないんですね。ないんですプロレス界に著作権ないんです。おかしい話ですね。日常茶飯事なんですいやだからこれでだからあのグレートムタ VS グレートニタこれどっちがあったんですか。偽物と本物の対決、うん、いやムタが勝ちましたよ。でもそれはそうですよね。電流爆破マッチ有刺鉄線そう気になる。このあれリングプロレスのリングが有刺鉄線なわけ。もう絶対おかしい。頭がおかしい。でその有刺鉄線触れたら爆発するわけ。頭おかしいんじゃない本当に。誰がムタ VS ニタ。ムタが爆発するの。ニタが爆発する本当にあの全ただこの試合リングインできないだろ。誰もグレートムタ VS グレートニタの試合、うん、全然面白くないですえ電流爆破って何。あっけなくニタが敗北しますバカじゃない。なんか何だったっけ、画鋲プロレスみたいなのもあるよね。 ありますね。大日本プロレスっていう団体がこの蛍光灯デスマッチとか、もう簡単だと画鋲の上にもう落としますから、もう体からボーン本当にね。これちょっとね衝撃、あれは衝撃だった。来年度のお笑い劇場の企画でちょっとやろうかやめてくれやめてくれ死ぬわメガネロックうんうんじゃないよおかしいだろ。ちょっとね僕ちょっと演出としてね絶対やめて本当にチキチキ電流爆破デスマッチチキチキじゃないよ後半企画ちょっとポップにする。電流爆破デスマッチちょっとポップにすんなよ。ちょっとやろうかなって思ってますけれども絶対おかしいだろ。どうですかグレートムタいやマジ見てみてください。いやでもめっちゃ気にはなった。面白い面白い。気になる気になる。あの一番のおすすめの試合言うよ。なんでグレートムタ VS 重心サンダーライガー。あ、重心サンダーライガー知ってますよ。これちょっと見て。うん。これぜひ見てほしい、これは。オッケーオッケーオッケー。本当に。あのもう、度肝抜かれます。はぁ。皆さんもぜひともね、このツイキャスご覧になってる皆さんも、見てください。放送終了後、ちょっとあの、グレートムタ VS、重心サンダーライガー、ちょっと YouTube で調べて見てみてください。はい、はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ来週は勝利が、はい。何かまたプレゼンしてもらうということで。そうですね。再来週じゃあまた僕、プロレスラー一人、ピックアップして紹介したいと思いますので。楽しみ。皆さんお楽しみにください。よろしくお願いします、ね。お願いします。はい。以上、これでお前も好きになるでした。はい、エンディングですけど、ウェイ。まあまあまあ、今日ね、オープニングで触れた通り、まあ、僕らの先輩であるメガネロック大家さんがね、見に来てくれてまして、うん、ちょっと喋りますじゃん。おはようございます。すごい業界人だな。はい、どうもメガネロックです。よろしくお願いします。はい、ちょっとまあツイキャスあのカメラには映ってないんですけれども、そう毎日今喋ってくれてるんですけど、ありがとう。大家さんはなんで今日来たの？あの実はですね、来週4月6日から、はい、木曜日からですね。4月6日木曜日から。はい、この FM キノワンさんの FEC チューンと木曜日担当することになりまして。でもあれなんですよね、まだギノワンに許可はもらってないんですよ。なんでなんでそうなの勝手になの。そうそう勝手に勝手になんで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 ペインティングしてやろうかなと。いやだからね、まあ明日
明日、まあ、毎週火曜日やってる大平スタイルのチューズデースタイルが、うん、明日で最後なんですよね。そうだね。大平スタイルがもう無期限の活動休止になっちゃうから、うん、こう枠が1個空いちゃうので、だからこれで若干だから FEC チューン堂のこの担当の芸人も若干変わる、ね、そうそう、入れ替わりがこう金曜日の KY デンジャラスが火曜日に、うん、で木曜日のきんぴらごぼうが金曜日に、そして木曜日をあの大家さんが担当することになったということで、はい、そうなんですよ。こう番組名、まあ僕ら月曜日クーター進化の集まりはワッター進化ですけど、大家さんこれ木曜日の番組名なんすか。いや、ドギモ抜かすと思うよ。ドギモ抜かす、おメガネロックはやの、うん、木曜じゅんぐり、おお。何このリアクション、毒切りはけちょっと置きに行きましょう木曜じゅんぐりってことでいいっすね、じゅんぐり。僕と、はいはいはい、まあ、僕ピン芸人で普段そうですよね、大好き芸人とさせていただきまして、まあ、はい、コンビではないんですけども、うん、毎週一組 FEC の若手芸人をゲストで招きまして、ほいほいほい、なるほど、僕とその若手芸人でお届けするという内容になりますね、はいはいはい、じゃあまあ大家さんがこう毎週毎週こうゲストで若手芸人を、そうです、僕がベースでやらせていただきました。週替わりでこれじゃあ FEC 楽しみだね。そうです、でもさらに枠が広がりますよ。ねえ。ねえ。初回はまーちゃんさん。いやいやいや、大ベテランだよ。なんで最初は最後みたいになるの。ラジダボ終わりでってことですか。どういうことですか。一発目のゲストはですね、はい、FC の芸人のバンさんをお呼びいたしまして、いろんな企画考えてますので。面白そう。なるほど、ちょっといい感じですね、これね。ぜひ皆様、はい、ツイッター、僕らのツイッターの方でいろいろ企画は後々流していきますので、はい、皆様もちょっと、ね、いろいろ送ってくれたら嬉しいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。要チェックです。もう来週からじゃあもう早速始まるってことなんですね。そうなんですよ。いや皆さんね、まあ新年度も FEC チューン度またこういう感じで、まあ若干のリニューアルをしまして、はい、またお送りしますので、はい、皆さんぜひとも楽しみに、また新年度もよろしくお願いいたします。お願いします。ではじゃあメガネロック大家さんもありがとうございました、ね、ありがとうございました。来週からね、パオパオですけれども、はいはい、パオはごめん、触らなきゃ、はい、皆さん来週も聞いてくださいね。さよなら、おやすみなさい。ちょカメラ今ちょっと待って、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。おやさんお願いします。おやさんす、やった、おやさんです。おやさんです。おやさんです。木曜日は大家さんが喋りますので、ね、すみません、よろしくお願いします、木曜日から。ちょっとじゃあ、これ皆さんもね、チェックしてもらえるようにね、ちょっと、毎週また枠が広がりますね、でもね、うん、だいぶ。ねえ、だから、順繰りすることによって、こう、見る方も、いろんな若手芸人、ねえ、知る機会になるから、ありますからね。ちょっとね、よろしくお願いします、本当に。うん、でだから、若手の方が毎回来られるので、はい、ぜひね、聞きたいこととか。そうですね。いろいろもうこの機会にじゃんじゃん、そうですよ、聞いていただいて、まあ企画は大体2つぐらい考えてはいるんですけども、企画も企画もありで、はいはい、これちょっともう出たい方も言っていただければ、ね、早くもこれちょっと気になりますっていうコメントも多いので、ありがとうございます。いいね、来週の木曜日ちょっと楽しみに。そう、前僕違うところでライブさせてもらった時が、はい、一緒にやってる相手が、うん、まあ僕今22歳なんですけど、シュージャータッチシュージャーズ、そうそう22なんだけど、22歳他でやった時は、うん、48歳の赤羽青年会、あおじさんとなっちゃってた。48っていうかもう今50歳です、もう今 FEC で最年長、朝だよ、朝、しかも朝10時からやさせてもらってたっけ、はいはいはい、まあ、青年朝10時に50歳のおじさんとラジオやって、今度は夜中の23時から若手とラジオやるってすごい振り切り方で、そうですね、そう、すごい楽しみなの、いいですね、だからまあ本当にね、だからもしかしたらだから赤羽青年会がここにまた来るかもしれない地元だから今まで俺呼びたいのよ、あの人夕方6時には寝てるでしょ永遠の若手芸人ですから50歳だけど永遠の若手芸人ですから赤羽さんと前ラジオやった時に一回だけちょっと遅れてきたことがあって、はい、いつも大体こっちとかみんな10時半とかに入るでしょ、ああそうです、でうちらも朝9時半ぐらいにスタジオ入るから、はいはい、でも赤羽さんその時来なくてなかなか、いよいよ本番直前ぐらいになったら、はい、みんなは大丈夫かな来るかなって心配になるでしょ、うん、違うわけよ、赤羽さんの前はまず生きてるかなっていう、そうだよね50歳だけど本当にみんなが思ってる以上におじいちゃんなんだよ、そうそうそういろんなところがやられてる、生存確認から始まるラジオ本当にね、ちょっと怖いですね、面白い、いやだからすっごい面白いさんなんで、ぜひまたこの番組でだね、うん、いろいろじゅんぐりじゅんぐり回っていくので、はい、お願いします、お楽しみにということで、お楽しみに、意外と勝利ってラジオの時あれなんだね、感情ないんだっていうのがそうなんです、今日まあでも風邪気味ですから、ああ今日ちょっとやばいです、
ねえ、まあまあまあ、はい、まあ来週ちょっと皆さん見てください、ね、皆さんありがとうございました。そしてまた来週の木曜日はメガネロック大家さんがねやりますんで、よろしくお願いします。お願いします。皆さん来週もよろしくお願いしますよ。おやすみなさい。バイバイ。